随安市は中華、人民共和国石膏省運州市に位置する研究市。随安は石膏省の東南沿海部に位置する。土地面積のうち21%は風景旅行区であり、海域面積は3037平方キロメートルである。東、シナ海に浮かぶ北島、大名保島、正名保島、下島、赤楼や島などの北列島を含む。 239年、三国時代の呉により、栄安市県南部に、ラ・アキラ県が設置された。268年、ラ・アキラ県は、安陽県と改められた。280年、精神により、安陽県は、安古県と解消された。283年、安古県の南部が分割されて、市・アキラ県が設置された。592年、安古県は廃止となり、 英華圏に編入されたが、622年に再び、安ン県圏が設置された。902年、安ン県圏は随安県圏と解消され、中華民国時代まで添い重ねされた。1987年4月15日、研究時に改編された。鉄道車両部品製造、電子機械、高分子合成材料が三大事業である。随安は、 総大より、家境の本拠地として知られる。ズイアスの人々はこの地の苦難のため故郷を離れ、事業を始めるため海を渡ったと言われる。現在、ズイアス出身家境の子孫は、世界60カ国に8万人以上いると言われる。フランスとイタリアの家境の5人に1人は、ズイアス出身とも言われる。特に、スペイン、イタリアなどの欧州では、ズイアス出身の家境が、 随安歌人協会などを形成している。ありがとうございます。